領書文化時期の異物玉、壁玉装玉装に掘られた神の顔面領書文化は、長江文明における一文化。紀元前3500年頃から紀元前2200年頃に見られた。1936年、石江省甲州市の領書遺跡で発掘された、数沢文化などを継承しており、高賀文明の三島達山文化との関連も指摘されている。 柱形、水系、三叉型など多様な玉器のほか、絹なども出土している。分業や階層化が進んでいたことが、巡視者を伴う墓などから伺える。宮殿とそれを取り巻く、城郭都市、墓地、工房などの中国最古級の都市遺跡が出土した、領所遺跡は、初期の都市文明を伝えることが評価され、2019年に、領所古城遺跡の名で、 世界遺産に登録された。近年、長江文明研究の進展により、領所文化は夏や陰王朝に否定されている。また、皇帝の三衛星副伝説を、高賀流域の中原に移居した、府警集団の立山文化による三、苗部族に倒される。夏王朝の遺族の一部は北西に逃れ、後四川盆地に移住し、サム寸体文化を築いたとする。 図説中国文明史一文明への大道草原社、2006年、長江文明の発見1998、角川書店。また松岡聖郷、千代人よ、第331夜、2001年7月9日。ありがとうございます。